本と配達員積み込みして出発しようと思います。はい、トラック運転手のチャンネルパンタです。こんにちは。はい、今日は幼稚園の付録のパンのトラック、これを作ろうと思います。はい、これね、あのツイッターで見かけて、でなんかまあこれ作るんですけど、作ってこのトラックに積み込みするらしいんですよ。トラックとこのパンとかを作ってそれで積むらしいんです。で30秒で積めんかったらこのトラックが勝手に発車しちゃうらしいんですね。これ面白いなと思って買っちゃいました。はい、まあできたら、完成したらね、子供にあげようと思うんですけど、ちょっと作ろうと思います。さあ、では早速やっていこうと思うんですが、ちょっと一旦雑誌も見てみたいですね。でもね、最近付録がすごい充実してるみたいですよね。これなんか山崎パンの製造過程が載ってる。これちょっと興味深いですね。面白い。後でゆっくり見よう。なんかパンのふわふわなのがいっぱい載ってた。じゃあちょっと置いとこう。はい、始めましょう。私は現在トラックに乗ってお仕事をしています。なんで、トラックがすごい好きなんですね、私。というわけでこの付録とても欲しくなっちゃって買っちゃったんですけど、さてさてどうしたらいいんだろう。作り方とか書いてるのかな。あ、作り方この中にありますね。これ作り方なくてもできるんかな。幼稚園生でもできるんだろうか。一応なんかお父さんお母さんと一緒に作ってねってどっかに書いてたのはさっき見たんだけども、まあちょっと失敗したら嫌なんで手順通り行きましょう。爪の番号順に組み立てるとうまくいくよって。あー、すごい。何これ、すごいぞこれ。なんだ、ゼンマイユニット。おー。これちょっと楽しみだね。今2時、じゃあ何分でできるか、用意スタートですね。とりあえず全部取る、取るか。まあでも幼稚園生ができる、できるんだろうね。めっちゃ簡単だと思うよ。ちょうど1年前ね、ミニ四駆作ったのよ。その時はすごい時間かかったかな。無理のミニ四駆。結構ね、マニア受けしましたよ。面白いな。うわ、ミニスナックゴールドだって。これね、口の周りがベッタベタになるんだよね。美味しいんだけどさ。すごい、なんか、あ、これ山崎パンなんだって改めて思うパンがいっぱいある。アップルパイ、美味しいよね。好きよ。30秒で詰めなかったらいっちゃうんだって。面白いね。発想がすごいよね。これ考えた人。あ、ランチパックだ。あ、しかも私の好きな卵。最近は牛皮が入ったやつを好き。きな粉のやつ。なかなか見つからんけど、あれ好きなんだよ。これも山パンなんだ。薄皮粒あんパン。ナイススティックが出ました。定番の。岡山県にも山パン工場あるよね、総社に。工場とか見学できんのかな。行きたい。出来たてのパン食べたい。かわいい。パンがいっぱいできた。丸ごとバナナも山パンなんだね。へえ。わあ、有名なね、自己スペシャル出たよ。全部有名だけど。今5分経過しました。ポッポー。はい、じゃあトラックのシャーシっぽいところができました。シャーシっていうのかな。あららららね、これこれなんだろう。パズルシート、これはあれだね、パンを入れるやつだよね。バンジューってやつだよね。バンジュー、これにさっきのこれを入れるんかな。そうだね。はいはい、バンジュー OK。もうちょっと先にパンやっちゃうわ。パン楽しいからパンやっちゃう。ロイヤルブレッド、何これ。あ、わかった、カサカサのとこだ。
すごいね、そこまで考えてるんだすごいすごい。はい、これここの部分ちゃんと再現されてる、かわいいはい、我が家がよく食べる丸ごとソーセージ、丸ごとソーセージダブルソフト美味しいよね、ふわふわなんだよね、ダブルソフト美味しいよね。はい溶けついたかわいい、チーズ蒸しケーキ、カレーパン、塩バターフランスパンだって、んめっちゃ買うやつばっかりめっちゃ楽しい、幼稚園の付録のレベルじゃないよね。はい、部品は全部取りました、あとはトラックだけだね。ちょっとパンこっちやっとこう、へいへいへい、パンはちょっとこっち、これさっきつけちゃダメだった、ちょっと一回外そう、じゃーん、おー観音だ。作り方としてはすごい簡単、このタイヤの絵がついてるのが後ろ側だからタイヤはこっちだ、でこの土台支え前と後ろがこれで固定するんだ、結構ねちょうどいい硬さの紙でねやりやすいよ、それでここをテープで念のため止める感じね。まあこれでもね、あの説明書ないなくても大体のあれでできますね、まあ、見た方がいい、いいけど、うん、そんな難しくない。ちょっとね、あの作ってて口失敗したんですよ口ちょっと失敗したからテープで止めようか、ちょっとバチくなっちゃいました、こっちはすいません、申し訳ございません、こっち成功。まずね、ここ長いのを全部出してから短いのを折り込んでいきます。説明書をちゃんと読みましょう。はい、じゃあ、はい、土台ができました。じゃあね、先にこれ作ったやつを合体させていこうと思います。ここの、ここにね、差し込んでいくだけだね。はい、できました、完成です制作から40分かかったかな結構かかったね、めっちゃ可愛いね、走らせてみようか、こういう感じだね、ゼンマイのレバーを押してスタート、なるほどね、賢っ、勝手に進むってそういうことねなるほど、おもろ、じゃあちょっと30秒で詰めるかやってみますかあー、しかもよ、このバンジュー、さっき作ったバンジューにね、はい、このパズルシートっていうのを引いて、パズルなんでこの通りに積み込みしないといけないそうです。ただね、積むだけだったらすぐできるもんね、ちゃんと考えられてますね、これはすごい。半分に切って2つ折りにしたんで両面使える感じでいきます。はい、じゃあこれ積み込みその通りに頑張って入れてやってみます。さあ、では本と配達員積み込みして出発しようと思います、お仕事、はいレディーゴー、いやいや、無理だって3つしか入れていない、え、ちょっと待って、早くない、今の30秒って早くない、一人でやって幸せな30代だね早くない、今の30秒あった、ちょ、もう一回行こう、行くよ、よーい、スタート、ない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 、落ちてきた、そう、どういうこと、どういうこと、物がないよ、物がない、どういうこっちゃ、なるほど、これ全く同じ絵柄ではなかったです、めっちゃ考えられとる、2パターンあるみたいなんで、こっちで慣れたらすぐ覚えちゃうから、こっちでもできるってことかな、配置とかも全然違う、 OK、 じゃあ3度目やってみます。
積み込みスタート。ないの。マジでめっちゃおもろ。すっごい痩せるし、いっちゃうしさ、おもろすぎるでしょ。すいません、ごめんなさい、いてください。お店主さん、いてらっしゃい。すいませんでした。もうちょっと頑張ります。積み込み、はい、積みました。反応も締めました。いってらっしゃい。おもろい。ヤマパン30秒で発射しちゃう付録でした。じゃあ今日はこんな感じです。ではまたお会いしましょう。チャンネルポンタでした。よーいスタート。無理じゃねこれ30秒。